二酸化炭素を減らしてみんなで作ろう豊かな暮らし。今日のテーマは公共機関やショッピングセンターでクールシェアにチャレンジです。夏の1日の電力使用量のうちエアコンが3分の1以上を占めています。暑い日に涼しいところで過ごせば光熱費の削減につながります。まずやってきたのは福井市立図書館です。涼しくて快適です。今年5月にリニューアルオープン。福井市内の公共施設で初めて環境に配慮した省エネ効果の高いゼブレディを取り入れた建築物です。ここは1階コミュニティゾーンです。笹野さん、こちらは広くて使いやすいですね。はい、ここコミュニティゾーンでは借りた本を読んだり語り合ったり自由に使用することができます。夜9時まで使えますよ。クールシェアにぴったりの場所ですね。はい、ここには福エコアプリの QR スポットがありますので、クールシェアにチャレンジしてポイントを貯めましょう。続いては西武福井店にやってきました。暑い日は涼しいデパートやショッピングセンターでお買い物を楽しんでクールシェアしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。館内の温度を一定に保っていつも来ていただいても快適に涼しく過ごしていただけるようにしています。1階エレベーター前に QR スポットがありますので、福エコアプリからポイントを貯めましょう。環境福井推進協議会が運営する環境アプリ福エコ、脱炭素につながる行動や対象スポットに掲示された QR コードを読み込むことでポイントを獲得。ポイントを貯めると素敵な商品が当たる抽選に参加することができます。皆さんもぜひ始めてみましょう。